お願いします。皆さんこんにちは。東京大学生産技術研究所の沖と申します。皆さんが学校で勉強していると理科などでは全てもう分かってしまっていて、何も自分が研究で新たに発見したり発明したりできないんじゃないかと思うかもしれません。しかしそれは大きな間違いです。理科の先生、学校の先生は分かったこと、そして古典になったことを、定説を分かったように教えるのが仕事です。でも実際には世の中には分かっていないこと、まだまだこれから発見すること、発明することがいっぱいあります。ですのでその日のために中学校高校生のうちにぜひ頭の筋力を鍛えておいてください。スキルもアイデアと同じぐらいとても大事です。